ロハ、皆さんこんにちは。アロハナクラブのあゆこです。本日も今週のハワイをお届けします。今週1週間のハワイ最新情報はアラモアナショッピングセンターからお届けします。まずは日本からの到着者数です。7月14日3096名、15日2326名、16日2701名、17日2723名、18日3064名、19日3460名となっています。カウアイ島のハナペペ地区近郊で15日山火事が発生。翌日の16日には完全に鎮火しましたが、広範囲にわたって土地が焼失しました。当局によると15日正午ごろ発生した山火事は急速に火の手が拡大し、最終的に約1100エーカーの土地が焼失。懸命な消火活動によって16日深夜には 100% 鎮火し、16日3時ごろには送電が再開されたほか、6時ごろにはハナペペ、ワイメア、ケカハ地区の住民に対する節水通知も解除されたとしています。今回の山火事によりカウマカニキャンプの家屋でない建物1棟が全焼しましたが、その他の建物への被害や怪我人などは確認されておらず、今後調査官による火災原因の究明等が行われる見込みとなっています。また金曜日にはカウアイ島西側の古系ロード近くでも山火事が発生。古系とワイメアキャニオン州立公園地域の住民と訪問者に対して自主避難を呼びかけています。カウアイ消防当局は懸命に消火活動に当たっている間、ケカハロードからワイメアキャニオンドライブまでの固形ロードを閉鎖。ワイメアキャニオンドライブはパニーニプレイスの山側も閉鎖されています。カウアイ消防当局によると火災は固形ロードのワイメアに向かって斜面を登っているとのことで、現時点では脅威にさらされている構造物はなく、けが人も報告されていませんが、複数の方向に火の広がりを封じ込めようと懸命に消火活動に当たっています。午後12時過ぎ時点ではカウアイ緊急管理庁の要請により固形サーキットの電気供給の停止を決定。約116人の住人が停電の影響を受けています。アメリカの IT 企業クラウドストライク社のセキュリティソフトが原因とみられる大規模なシステム障害が19日世界各地で発生しました。交通網が混乱しテレビ放映が中断したほか、金融機関や医療サービスなどの多くの分野で業務に影響が広がりました。世界各地で数千便が欠航遅延し、旅行客はチェックインができないなどのトラブルに見舞われたため、米国、欧州、アジアの空港では長蛇の列ができ、ハワイ州の複数の空港でも影響が出ています。ハワイ州運輸局によるとカフルイ空港で6便、コナ国際空港で6便、ダニエル K イノウエ国際空港で9便、リフエ空港で2便が影響を受け、合わせて5000人以上が州内の空港で足止めとなっています。今や世界中で愛されるハワイの公式楽器ウクレレの祭典、インターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイ。カピオラニ公園で開催される7月27日土曜日の本番に先駆け、前日7月26日金曜日にはモアナサーフライダーウェスティンリゾート&スパのザ・ビーチバーおよび
プリンスワイキキ1階ロビーにて、誰でも参加できる楽しいプレイイベントが行われます。そしていよいよ開催間近となった待望のインターナショナルウクレレフェスティバルオブハワイは7月27日土曜日午前9時半から午後6時までカピオラニ公園にて開催されます。アイコニックなバンドスタンドに加え、ダイヤモンドヘッドステージも設置され、より多くのウクレレ奏者が演奏できるようになっているほか、優雅なフラのパフォーマンスも見られます。またハワイのウクレレメーカーの展示ブースをはじめ、冷やし中華やシェーブアイス、お弁当、アンダギーなどの食べ物屋台も並び、誰でも楽しめる一大イベントとなっており、入場は無料となっています。以上、今週1週間のハワイで起きた出来事や最新情報でした。インスタグラムでも様々な写真やハワイ情報をアップしていますので、 YouTube 同様フォローしていただけたら嬉しいです。それではまた来週。マハロ。